ガイドっていう話も踏まえていろいろ。そういう意味合いでじゃないんですけども、そういう形を持ってでも誠意を示させていただけないかなと思いましてですね、今日このような場に来て場を設けさせてもらったんですけども、それでいろいろ諸々ですね、組んでいただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。花社長、中上でちょっと話、はい、うちが昨日から何回も言ってるようにさ、はい、まあ、この話を聞く期間とその話を聞いてるから、うちはもうその昨日もずっと考えて撮ってんけど、はいはい、やっぱりさ、そのなんで横やり入れるかなっていうのをずっと考えとってさ、自分とか何も向こう側に、はいはいはい、別に何も自分とか自分とかでしとらへんのに変わっとんなとか思いながら戻ってんけど、うん、で、まあ、自分なりに2種類は考えておったんさ、はい、もうアホ相手にするのやめとくかなと思っとんのと、はいはい、するなら潰せろかなと思っとんのと、はい、もう潰せるの要素は自分なりに法的とかいろんなところで言ったつもりでおるし、はいはい、でそうするとやっぱ社長とかがさ、はい、一緒に沈んでもらわないのあのさ、それするにはさ、はい、分かってくれるんだ。それこれ法的に、はい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 、うちが何かしに行くとかそんなんと全然違うに、はいはいはい、ここの役所の行政のさ、はい、法律に基づいていったら、はい、まあ、そこへ行くには社長とこを通っていかんことには多分役所が行けやんはずなんさ、はい、で社長とこは本当に昨日誰かが言っとったけど、はい、酒蔵水道かわいそうですわ本当にって言っとったけどさ、はい、それも分かるっつって、はい、せやけどもっとかわいそうなうちやじゃんっつってさ、何もしとらへんやんって何も言うとらへんし、はい、なんでそんな全く関係ないのが口出することがあかんだけのことでやってさ、うん、って言うてさ言うとったんさ。で、はい、うちは求める昨日も何も求めてないしもうちゃんと伝えてあるし、はいはい、そうですね、伝えたよな、うん、僕も今言わさせてもらったのは、その昨日も言わさせてもらったように誠意をで口で言うとるだけの誠意かどうかっていうところの話でですね、誠意を分かりやすくさせてもらってるだけの話でですね、そこではそういうことではないっていうのは僕分かってはおるんですけども、会長にですね、まあ、交通事故もそうですし、誠意として何が最終的に表せるかっていうとですね、そういう話も一つの手法かなと思いましてですね、失礼ながらちょっとお話しさせてもらったんですけども、まあ確かにこういうことになった時にですね、行く行かんっていうのも当然あるかと思います。それも時期もあるかと思います。ですけども会長を周りの人が奥ゆかしく思われとるのは多分そういうことを分かっとってもまあまあ当然ね、もう自分の息を超えてしまったらもうその時はいかがざるを得やんのはそうなんですけども、
僕は、まあ、知ってる雰囲気だけで言うと、あの会長が最初に言われたアホが言うとるわという方が人から見てですね奥ゆかしく見えるとは思いますんで、あえてもう少しね、目の当たりにするようなことがあればためておいてもらって、そういうことも出てくる可能性もありますけども、それこそ本当にね聞こえてくるように言うてくるんであれば、それも出てもらって、だから表に出てこうへんわけなんで今回な、ですんで、まあまあとりあえず今貯めとこうかっていう方法でですね、ちょっとこらえていただいてですね、お話にさせていただけるとですね、さ、はい、うちも本当は苦しいんさ、もう役所は仕事を進めてほしいって言うとんの、うちにも言うてきとんの、はいはい、で、はい、止めるちゅうのはよくないし、はい、公共工事やで、はい、誰が一番迷惑かかるかったら、はい、仕事を止めるちゅうのはもうこれも違法行為ですわと、で横やりが入ってな、社長が違法行為ですわ、はいはい、で進めてほしいのと、誰が迷惑かかるかったら町民ですわって、市民があかんで買いに行くんやで、うん、それが工事が遅れるようになったらそのあかんかんのまま行かなあかんで、水道工事中のライフラインなんですわって、せやで、せやで、その今回 そのもし不当介入とかな、はい、いうのがあれば、もう厳罰に行かなあかんって、相手が誰であっても役所は法的に動きますっていうことを聞いたもんさ、はいはいはい、ただ坂倉水道本人が言うとんのじゃないのも、はい、それも分かるって、じゃあうちも分かるって言ってさ、はいはい、そこも分かるって、はいはいはい、せやけど、昨日から社長にくどいぐらい言うけどさ、はい、これはまあ全然負けると思ったらへんし、はい、今社長が、はい、今頑張ってくれてるから、はいはい、なんかあったら言うんやったら何ぼでも一緒と言いに行ったりした、はいはい、こう言って何ぼでも今から言い出すんやけど、うん、それも分かってくれてるから、はいはい、分かりますよね、それをさもう飲み込むんだ、自分の感情のところがさ、はいはい、ずっと、まあ、葛藤はしとったんさ、はいはいはい、もう気分しろかと思っとったでさ、はいはいはい、もしね本気であっちが来るんであれば、その時には行きゃいいかなとは僕は。本気で来んもん。いやいや、もう来んもんは来んもんとしか仕方ない話だと思います。あの泣き社長見ると中でね、これもう雑魚やと思うとんで、うん、来んねやったら堂々と来たらええんちゃうの、言いに来たらって、ずっといつもああいう人の家におるしさ、役所がどっちかにしかどっこも出てかへんねんから、はい、いつでも連絡取れるしさ、ただうちは検事嫌いやでさ、同級生やけど携帯電話も知らんのさ、向こうにも教えてへんの、連絡取ることはないと思うんでさ、うん、検事が誰だっていうのはちょっと今あれやけど、うんうん、そうじゃないし、うん、はいはい、雑魚やと思うんでさ、よろしくお願いします。わかった社長、そっちの方で考えるけどさ、うん、なんなん社長、はいはい、本当に今日思ってきたのここへ来るまでに、はい、もう多分自分抑えられやんかなと思いながら、はい、昨日もここに6時までおったんさ、あ、はいはいはい、で、はい、みんなここの夜間出せって言ってさ、はいはい、全部出せって言って、で基本的にはまあ警察行かなあかんやろうちゅう、行かなければならないっていう、はいはい、紙が書いた、社長調べたかな、あ、いや調べてないです、これ例えば今日うちが噛んだりしたら、はい、社長が例えばここの例えばちゃうけどここの多分契約かどっかで、多分指示されるのさ、警察で行きなさいっつって、不当介入のことで、不当介入の件は深い子は分かりませんけど、契約書についてる1枚の部分は、そうそう、ほんで社長が行かんだら行きませんって言った時点で社長とか指名停止になってしまうんですよ、それで、あ、はい、それだけで、はいはいはい、で
あとで社長がいかんなら、社長がいかんなったら市役所が告発しますということで、もういずれにしてももう、まあまあ、警察沙汰にはなるのさ。そうですね、ここ数年そういう方向で今から最初、はい、それしかないですって言ったわ。はいはい、それでもうそこしかないんかなとは思っとったけどさ、思いながら来たんやけど、ただかん、ただな、その社長が言う誠意とかさ、解決方法でやっぱりお金ってなるとさ、はい、うちがそのここらもみんなもせやけどさ、取ったんかさ、なん、あのそれであれしたんかとか思われるのもうちはあんまり、いやいや、そんなことはないですね、何にもないですね。なんか僕最初からそんな話って一言も言ったことないですよね。ね、もし取られとると思うんであれば、あの人の話に乗っとるかもしれませんよね。だからそんなことないです。少なくとも僕とこに関しては、他は分かりませんけども、僕とこに関してはないですね。それが前に出てくるっていうこともないですし、本当に社長にはな、細かい感じの1万円もさ、協賛してって言ったつもりじゃなかったもんで、本当にちょっとそこのとこは、この間の話で本当にがっかりしたのさ。はいはいはい、そこだけ、そこはちょっと分かってほしいんだけどさ、はい、本当にこの間も何回も言うけどさ、社長に協力してよとか言ったことないんさ、はい、一回も、はい、そうですね、本当にこの工事をさ、長い年月かかるって言うとったでさ、うん、大門まで行くつもりやったで、うん、あ、行くつもりなんさ、はいはい、で、まあ、それでも行くって言うとんでさ、10年ぐらいかかるのかなと思っとったでさ、うん、続いてはどうしたらええの、その、どうしたらいいんですかね。どうしたらいいんですか、まあ、とりあえずですね、これまあ本当にまあどうしたらいいんですかね。あのな、社長、はい、一番いいのは、はい、お互いに一番いいのは、うん、交渉200倍というのが一番いいさ。交渉200、そこに交渉200番がある、はいはい、ほんで話して、うん、ほんでまあ内訳はざっくりで、ここは守秘義務守るとこやでさ、うん、裁判所の手の弁護、裁判所係がおるって公正証書を作るとこやでさ、はい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 、ここで話をして、和解金なら和解金とか、うん、あまあ、面目は何でもええんさ、説明して、うん、ほんで社長とかこういうふうな解決方法を取りたいんやってことを言うたら、うん、誰が何を言うてももう正規のことになるさ。ほんでそれにした方が、俺会社の人たちに聞いたのさ、うん、ほんなら最終そっち行ったんであれば、うん、社長とかは多分それの方が税金落としやすいに違うかなって、会社の処理がしやすいんじゃないかなって言ってた。だけどそうなってしまうとですね、それはええんかな、いろいろあって損害賠償とかありますやんか、うん、損害賠償っていうものには税金はかからんのですよ。じゃ別にそれでもいいやんか。うん、あ、いやいや、そういうことなんですね。例えばそれが収入っていうことに、うん、例えばそこがなったら、なったら税金の対象になってしまうもんで、例えばなんていうんですかね、車をぶつけられましたよと、うんうん、ね、車ぶつけられたもんで、その示談金として100万円いただきましたよと、うんうん、そういう意味においては損害に対する保証やもんで税金はかからへんのですよ。だけどもそういうことじゃなくて、ただ単にお金を受け取ったっていう形ですとですね、そういう話になってしまうわけですわ。ですんで、交渉のは今回そういう示談金っていう形がですね、示談金やったらいいんかな、示談金やったらいいんかな、示談しような交通事故の、うん、だから何に対する示談金がちょうどやな、そしたらまあそういう形で、そこら辺ね、ちょっと僕もその今のお話もこの話のあるこんだけだけちょっと知ってるだけで、実際は
あのそんなに詳しくないんでですね、そういう形になった時に、それでいけるんであれば、そっちの方がお互いにいいと思うですね、うん、そんなポンポンとはいどうぞ持ってきてもらえって言ってそんなんじゃないでさ、そうで、まあ今度金額も大きいしですので、ちょっとうち聞いてくるか。あ、そうですね。でとりあえず用意させてもらいますんで、もうそれであればもう一括でいきますしね。社長、勘違いするんで、うちはこの子供の結果をここ求めたんじゃないの？いやいや、もうそれはそうです。いや僕も、ただ声らもな、うん、毎日毎日さ、うん、話してさ、うん、なんとかなんとか、もう一回頼むさ、もう一回頼むさ、もうこいつらも必死できとんのさ、うち、うんうんうん、で、まあ、仕事のことも含めてさ、うんうん、で、サジさんも夜来とんのさ、うん、せやで、まあそこも含めてください。それサジさんには、はい、サジさんとのことやけどな、やっぱりあかんに辛抱できるってことできないってことあんに、サイさんのこと大概聞いておつもりとおんねんけど、うん、あかんにって言いに行ったとでさ、せでもうこれらみんながさ必死でうちへ、もうさ、もうなんとか聞いた話聞いたって、話聞いたってもらえやんかな、もう一回聞いたってもらえやんかなってさ、必死やもんでさ、はい、まあ今日はもう一回来てんけど、うちの求めとる子対話本当はここじゃないんですか、はい、それはもう昨日もずっとお願いさせてもらって分かっておるんですけども、そこだけ勘違いせんに、はい、取れてくれる、そんな僕も勘違いするつもりもありませんし、ですので先ほどの件はいっぺんちょっと聞いてもらって、一番ええ方向でやれば、ちょっと僕も個人のお金でそんだけの貯金があるかどうかも嫁さんに聞いてみるのはわからない話で、個人のお金としてはちょっと出とこはないんで、ですればそういう形でいければ、確かに損害賠償的な要素であれば税金はかからんし、でこっちも処理できるっていうできるんで、友達が言うとったのさ、うん、確かにそうですわ、うん、それで、うん、出す方は公証人役場で公の金にした方がやりやすいに違うんかな、うん、だから土地なんかを買うっていう場合はやっぱりやっぱり当然元が1万円5000円のものを10万円で買えば、その差額分は税金かかってしまいますんで、それを保証費としてやればお金がかからんという話になりますんで、言われてる通りだと思いますわ。いっぺんそれをちょっと調べてもらって、それでまた連絡いただいて、どんな内容であってもそこは受けるのさ、うん、はい、社長、あ、そうですよね、すぐ横の上、そうですね、一応の木の手前、そうですね、はい、うち一回な話したことあるのさ、3000万騙されたやつがおるのさ、それが、うんうん、ほんでそれがもうちょっとヤクザ崩れやってさ、うん、ほんでもうその3000万のためになんか違法な行為をして、このなんか裏の DVD 売って金稼げとか言って渡されたのさ、ほんでこんなんせえと言われたって来たもんで、それ持って話至ったのさ、これ違法行為やぞって、今からこれ警察に持ってお前どこへ行きたいって言ったでなって言ったらさ、ちょっと待ってください、ほんで普通の大きな会社の社長中も一人混ざっとったのさ、うん、であんたとこの会社まで行くにって言うので行ったんさ、横浜まで、横浜の会社まで、はいはい、社長、ほんなこれ今から警察に持って一緒に行こうか、ボイスレコーダーとったら待ってくださいって、ほんでもう3000万はいいですと、3000万の借用書を返してもらって、まだ横浜行ったとかっていうさやつで、まだガソリン代って100万出してきたのさ、もうそれ交渉人役場行ったら、交渉人役場、いいんですかって、3000万の借金消してまだ100万払うんですかって言って、いいんですって言って、もういいんやったらほな損処理作りますって言って、それも正規の処理になってくるさ、で向こうが何を後から何言うても金言うてもあかんし、こっちも言うてもあかんし、お互いに一切何も言えやんちゅう、うん、まあまあそういうことですよね、うん、まあまあよく使われるのはね、遺産相続と、 それとお金の貸し借りするとき の正規な文章で使われることが多いかと思うんですけども、そうそう、で裁判所の出先機関やでさ、公の機関、それがさ、まあ、公の処理屋で公正証書やで、うん、そうですね、そうですね、でそこ行った方が社長どこは処理しやすいんちゃうかなって、それが言うとった、はい、一回それ調べてみる、はい、本当はこんな結果で社長としたいことはないんやけど、いい、ただ飲んでいただいてありがとうございます。ただ潰そうと思うと社長とこ取ってかなきゃ思うんでさ、そこはこれらも言うとったんさ、深倉もがの本意で言うとんのっちゃうで、いろんな取り巻きの中でこうなってたんやで、そこをちょっと考えてもう一回話聞いたってもらえませんかね、この水族で受け取ったわ、すいません、
またほんならそれだけ、はい、社長もあれやったら調べてくれてるけど、うちもうちで調べるで、はい、僕もあの聞ける範囲で、それでですね、もうこれ、あのあれなんですか、入らんと剥がんちゅうやろ、そうですね、それでそこの話を急いでするわ、はい、すいませんけど、はい、お願いします、はい。